どうもこんにちは、たまちゃんです。それでは本日はホラーゲーム閉店事件を遊んできます。こちら最近のホラーではおなじみのチラズアートさん新作となっており、まあ毎回ねメンバーシップの動画として実況させていただいておりますが、今回はメンバーシップの方向けのフルバージョンと、あとはダイジェストバージョン2種類動画作成します。まあなのでメンバーシップに加入していただいている方はお好きな方を見ていただけたらと思います。じゃあというわけで早速ゲームスタート。ハンバーガー屋でねバイトするホラーゲーム、以前実況しましたが、今回コーヒー屋なんですね。お、ここから入れるのかな。入れそうだね。紙袋、なになに。自分の荷物を片付けて先輩に話しかける。まだ先輩いるの。こっちか。あ、先輩。ああ、マスクしてますね。まずは自分の荷物。ロッカー。これか。ここに入れんのか。なんか入れましたね。これ何かな？携帯か。これなんだ？レシピ。もしかしてなんか、客のオーダーを聞いてね。これを作る。そういうゲームになってんのかな？遅れてしまいました。すいません。また船橋だ。お前気をつけろよ。次は店長に仕切るからな。船橋という名前よく出てきますね。本当にすいません。ありがとうございます。これから気をつけます。気をつけるだけじゃ足りないんだよ。遅れないって言えよ。わかったか。はい、もう遅れません。あ、すでに客がいる。いらっしゃいませ。さあ、ご注文は何でしょうか？あれ？あなたは？お金にがめついてるじゃないですか。過去作の。ちょっとスーツ。ボタンの書き方。おかしくないですか？で、注文何？ご注文何でしょうか？何やに？チラーズコーヒーと言ったが、こういう洒落た店は初めてなんだ。どうも落ち着かない。この店はなんか変だよな。娘が好きみたいでよく飲んでいるから来てみたんだが。飲み物は君任せるよ。ああ、二つお願いするよ。お飲み物が二つではよろしいですか？ああ、それでいいよ。それにしても本当に不快だ。こんなものにこんな値段するのか。なんだと？あ、袖に、継ぎはぎ。このファッションを流行らせようとしてる。ファッション業界が意味わからない。コーヒーね。まずはホットかな。ホットカップ。コーヒー、これか。コーヒーディスペンサー。ここに置くと。ああ、コーヒーが入る。まあ、コーヒーはこれだけでいいんじゃないの。さあ置いて、蓋をして、完成したドリンク。ここに、コーヒー。次、ラテ。ラテは何？コールドでいいの？コールドカップ。ミルクピッチャー、ブレンダー。まず氷でしたっけ？氷をすくう。こっちか、ブレンダー。これ入ったのかな、これで。どうだ？いや、入ってるように見えないな。氷。氷、あれ？氷が入りませんよ。どうやって氷入れんの？こうかな？あ、入った入ってた。これで、これを混ぜるんだ。次、ミルクピッチャー。ミルクピッチャーに？何？牛乳かな？あららら。なってる今。ミルクが、スチームミルク。これいいの？合ってんのかこれ。よし、よくわからんが、チョコレートだな。チョコレート。入ってるこれ。入ってないぞ。あ、入った？なんか入ったっぽいな。牛乳どうしたの？牛乳。やばい、なんか、コールドカップ。いろんなものが超入ってる。一応合ってたっぽいな、なんか。いろいろ混ぜていたものが。コールドカップ。やった、完成した。ラテ。あ、なんだ、ブーって言われた。これ失敗作のようだね。捨てよ、一回。なんだ、なんだ、どういうことだよ。もう一回やり直そう。ホットカップに、
できた。あ、オッケーだったっぽい。帰ってきましたね。これは？あれ？注文忘れてますよ、お客さん。お客さん？行っちゃったな。あの車か。乗った。ああ、すげえ早い。うわ、早い。ちょっぱやだ。はい、いらっしゃいませ。さあ、次は？何でしょうか？ラテ。ハッサクさん。早いね。ありがとうございました。どうした？なあ、俺は探偵だ。怪しい奴を見かけなかったか？最近事件が増えて依頼が殺到している。お店で何かおかしなことはなかったか？いえ、特に。何かあったら電話してくれ。トラブルに巻き込まれたくない場合は、早めに閉店することをお勧めするよ。店を拭く？掃除のターンかな？さあ結構汚れていますが、あと2箇所。お！掃除終えたら、停電だ。ああ、ああ。外は普通に車が走ってますが、これだ、ブレーカー。ああ、ついたついた。なんか落ちてますね。あれ？落ちてる牛乳。なんで？怪しげな牛乳があるし。この奥なんだ。船橋。怪しいな。先輩と交代なのかな？うん。あ、先輩かい、あれ？なんかいるあそこ。あれが先輩かな？先輩は安全運転のようだね。あいつ。あいつはストーカーか？いらっしゃいませ。あなた過去作に出てきませんでした。あれ？何にも話しませんね。お、ちゃんと奥で飲むようだね。見れないかな、その姿。客を待たしている。いるのか、ちゃんと。また仕事終わった瞬間、停電にならないだろうね。これなんだ？写真。さっきのあいつが、こっちに移動しましたけどね。あ、私の写真だ。主人公の顔が、ちょっと見えるのかな？あ、この不気味な音、まさに夜勤事件と同じような感じだね。ああ、3日目。そろそろ、周りにね、注意をしながら動きましょうか。チラッと何かがね、映ってるかもしれない。さあ、本日はどうなんだ？遅刻の方は。大丈夫か？誰かいないかな？なんか聞こえる？どこかのね、窓から、こちらを見る何かがいるかもしれない。さあ、一家に到着。うわぁ！いや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 、早すぎるでしょ。早すぎるよ、今のは。なんだそれ。この人赤ちゃん連れてる。なんでベビーカーなのにそんなに早いんだよ。ちゃんと前見て歩きなさいよ。まったく、最近の若い人と来たら。いや、あなたも結構若いじゃないの。ええ、赤ちゃんいるよ。おわ、なんだお前。ああ、赤ちゃん可愛いね。ええ、あれ赤ちゃん、あ、ちょっと、なんちゅう格好で、外で出してんだ、あなたは。とんでもないな、お前。なんか聞こえますね。何この音は。この店は何かがおかしいという話でしたが。不気味な文章。なんだそれ。え？初めて会った日、そう、あのチラズで、彼女は僕に笑いかけてくれた。一輪の花のように。彼女を思うだけで胸が高鳴る。こんな気持ちは初めてだ。今日もいつものように、周りを照らしているのだろうか。なかなか、詩がうまいですね。12月5日、結構日が進みました。あ、
どんどん写真やらなんやら。送られてきてんの？いや違うな、これ。犯人のものかな？写真撮った人物が。なんかやってんのか？で、ドライバーが突き刺さってる。あなた一人かしら？よかったらこれをあげるわ。魔除けの一式ブレスレット。夜勤事件と同じような流れだ。テレビ通販で買った。また、怪しいものですね。これか。ブレスレット。数珠じゃないか。なんだ？今一瞬屈伸したけど。え？こいつなんだ？上半身やばいぞ。ああ！ストーカー来た！やばいやばい！やばいやばい！ああ！いや、これ別人かな？帰ります。ああ、帰っていった。変態が。なんだったんだ？また、屈伸したあそこで。屈伸せざるを得ないのか、あいつは。おっと、これ資料か。トイレ掃除。そしてゴミを出そう。さあ、こちらを、一つはめてと。完了かな？あ！まだ停電。赤い。なんだ？なんか表示された。え？タイムリミット ?1 分40秒？ああ！誰か来た！ご注文ですか？時間以内に？ラテ。ラテラテ。ラテはコーヒーか。ああ、急に。ハッピーバブルバーガーが始まった。裏から。出れないよ。ブレーカーは？ダメだ。反応しない。うわ、つけー。何にも見えない。暗くて。うわー。出してくれー。ああ開かずの間が、あ、はよ開かずの間が開いて。なんだなんだ。目が覚めた。どうやら、夢落ちだったようですね。先輩いないな。あ、お客さんだ。これは、探偵でしたっけ？発作ね。やっぱり何かあると思ったんだ。よくぞ連絡してくれた。警察呼んでも無駄だ。あいつら面倒ごとを嫌う。適当にあしらわれるのがオチだ。だから私のような人間が必要になる。ちょっと店の周りを見てくるよ。ああ。主人公が、助けを呼んだようですね。さあ、こちらで、完成ですが、ねえ、こんな時間に店のアンテナを修理してるの？アンテナですか？いえ。お店の屋上に誰かがいるのを見たから。誰だ？本当ですか？今屋根の上には誰もいないはずです。マネージャーに電話してみますね。その方がいいわ。すっごくゾッとしたから。どこら辺から上がれるんでしょうね。ん？なんだこりゃ。なんだこりゃ。怪しいテープが。ええ。登ってみよう。さあ登ってみると、上に出れたようですね。こっから、下に行ける？降りてみるか。あの開かずの間ですかね。今日は先輩いなかったけど。ああ。ああ。どこだ？え？あの開かずの間の内部かな？なんだなんだ？え？ああ、これはなんか、どこの映像で見たな。バナナかあれ。店を閉める？なんだ？早く店を閉めないと？どういうことなんだ？店を閉める。16。どうやって？これは写真かな？え？これ全部私の写真。ここに住んでいたのか？ストーカーが。荷物回収か？ないな。私のものはどこ？
マネージャーに連絡できない。え？どこだ？私のものは？看板をクローズドにする。よし、ああ！変態が、ストーカーか。はじめは携帯電話の。なんだお前、クローズにしたら入れないのかお前。どうしたお前、え？あんまり怖くなったなこいつは。裏口。あ、こう開きますね。ああ！ダメだった。油断したか。橋があるね。こっから上。行けるかな？あれ？ドライバー？これ何使うんだ？トイレの。あ、やっぱりこれだ。怪しかった。換気口かな？あ、結構長押しが必要だね、これ。こっから脱出するにしても。あ！なんか、音が聞こえる。ガチャガチャ言ってる。早くしなくてよ。残り二つだ。ああ、来るぞ。急げ。ああ。ああ。危ない。急げ。こっからどう出れるんだ。ああ。お。あれ、普通に、外に出た？いや。高さ制限。前方なんかあれ、人じゃないだろうね、あれ。人が倒されてるかのように見えるんだけど。なんだこれ。車の鍵だ。八作さん。ああ。むごたらしく、死んでしまっている。八作。ああ、違う。八作。いやあ、クワに乗る。お。ムービーですね。なんか、急に目の前に出てきそうだ。ああ！え？どうした？キーンと、戻ってきたこれ。自分のマンションにね。ああ！ああ！後ろにいた。あれ、これ失敗なんだ。まだダメなんだ。なんだ。レンガ。あ。武器か、これが。棒を持ったあいつが、あの雪の中に隠れていそうな感じするんだけどね。ああ。いた。これでやれるんだ。おら、行け。レンガ落とす。どうだ？お、ああ、決まった。やったね。これが正解か？人を殺めてしまった。レンガ落とすか迷ってる時に、あの男に気づかれてしまったから。あの男が怖かった。知らない人なのに、なんで、ああするしかなかった。殺すつもりはなかった。ただ怖くて。私はすぐに警察へ駆け込んだ。警察にまくし立てるように全てを話し、一緒にチラスコーヒー店へ行った。するとあの男はそこにはもういなかった。警察は私を家まで送ってくれて、後のことは任せてくれと言った。そして仕事に戻っていった。これでもう全てが終わったのだ。やっといつもの日常に戻れる。疲れた。今は家でゆっくり休みたい。これあまり良くないエンドのような感じしますけどね。ああ。ニュースかな？映像が安定しませんね。なんだ？何の映像だ？テレビのケーブルがまた変になっている。オーナーに電話しよう。あれ？携帯どこ行った？携帯見つけずに、落ちちゃいましたよね。まだあるよ、続きが。出る。ああ。こっちだな。私の車がない。うん。どこだ？音がする。このバンは、あれじゃないか。途中怪しく動いていた。あのコーヒーショップでね。
車、誰もいないか。よし。うん。さあ、戻ってきましたが。あ、主人公が。どうした？え？何？どこにいた？どこにいたんだ？ああ、これでエンディングか。では本日はここまでですね。今回はホラーゲーム閉店事件を最後まで遊んでみましたが、まあ、結構アルバイトシミュレーター寄りの作品になってましたね。で、まあ、怪奇現象的なものは少なかったものの、今までの作品は実際にあるオカルトの話を元に作られているので、途中のタイムリミットのシーン、まあ、ラテをいっぱい作るオーダーが来た。まあ、あそこは何かをモチーフに作られているのかもしれません。で、エンディングは途中の選択肢によって分岐する可能性はありますが、まあ、そちら機会がありましたらまたプレイしたいと思います。で、やはり今作も途中のね、何でもないところでびっくり要素を入れてくるという、まあ、ここがチラズアートさんの魅力ですね。で、怖いシーンでカメラが強制的にそちらを向くみたいなことが少ないのも特徴で、人によってはその恐ろしいを見逃してしまう、そういったことも起きてしまうわけですが、まあ、だからこそいろいろな人のチラズアートさんのホラーゲーム実況を見てしまったりもします。このシーンではこの人はね、どんなリアクションになるのかとか楽しみにしちゃいますね。あとは見返すと、あの場面はこういう意味があったんだみたいな考察ができるのも特徴なので、まあ途中のね、何でもない人のやり取りにも重大な意味が込められているのかもしれません。途中の数珠は何だったんでしょうね。じゃあというわけでね、今回はここまでということで、また何か面白そうなホラーゲームがありましたら再び遊んでいけたらと思います。それでは実況はたまちゃんでした。また別の動画でお会いしましょう。